夜空に浮かぶ月よりも明るいこのスタジアム。本日はサウスアメリカカップの模様をお送りします。2回戦シュバルツ、 J リーグを飛び越し世界を相手に戦います。今日の対戦相手は世界有数の攻撃陣を有しますサンパウロ FC。 おなじみのパンツェッタジローラモさんとお送りしていきたいと思います。レポーターのジローラモです。南米スタジアムからこの熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。芝の状態は悪くないですよ。選手たちがピッチの上に姿を現しました。それではスターティングメンバーの紹介です。メインスタンドから見て左にサンパウロ FC、 ゴールキーパーにジャンポール、ディフェンダーにオーガスト、アルベルト、ジョルジョ、プラード、ミッドフィルダーファイ、ザザ、ベック、ペドラッツァ、フォワードにベルバーグ、ヘイエ。ところでジローラモさん、サンパウロ FC 特徴はどういったところでしょうか？442はオーソドックスな布陣ですよね。バランスが取れてますよ。ありがとうございます。選手たちの動きにつながりが感じられません。まだまだ形になっていません。両チーム選手たちがピッチ上を散っていきます。まもなくキックオフです。今キックオフ、前半45分のスタートです。源、ここからどう攻めるか。ジョルジョ奪った。ここで決めたい。白石スライディングでボールをカット。前半13分、アルベルト、この辺で流れをつかみたいところです。一瞬にしてごぼう抜き、隙をつかれました。パスをもらいます。ゴール前チャンスだ。サンパウロ1対1になった。これはキーパーが抑えます。そういえば今年はインターナショナルカップ予選が行われますよね。注目のシュバルツ、ここで決めたい。横に流した、出た。うまくコントロールができなかったようです。ボールはサンパウロ、この辺で流れをつかみたいところです。様子を伺います。水原インターセプト。ディフェンスの様子を伺っております。パスを送ります。うまい、ボールを持ったまま切れ込んでいきます。いた、ゴール。前半25分、決めたのはエレ。期待通りの活躍です。それではもう一度見てみましょう。エレ、素晴らしいシュートでした。これはお見事、うまくタイミングを外しています。ここは素直にシュートを褒めるべきでしょう。しかし今日も大勢のサポーターがスタジアムに足を運んでくれました。サポーターの女の子に手を振られちゃいました。シュバルツ、ミクリアを投入します。そうですね、森岡、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。フォワード走り込む、蹴った、ゴール。前半31分、エレ、チャンスを逃しませんでした。それではもう一度見てみましょう。エレ、難なく決めました。いやー、本当にファインゴールです。この1点でかなり盛り上がります。ペドラッツァ、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。さあどこにパスを出すか。なんとか抜いた、上がっていきます。ボールを流した、このボールはディフェンダーがカットします。
落ち着いてさばきます。素晴らしいサイドチェンジ、シュバルツ絶好のチャンス。さあフォワードが走り込む、行った、ゴールイン。前半のロスタイム、前半終了直前に見事ゴールを奪っています。早速リプレイに行ってみましょう。水原、素晴らしいシュートでした。いやー本当にファインゴールです。この点差、どういったことをしてきますか。前半45分が終了。シュバルツ3点のリードを奪っています。シュバルツ、後半相手チームの反撃を抑えることができるでしょうか。多くのチャンスを作り確実にリードを奪いました。現在試合はハーフタイムを迎えています。エレ、まだまだこれからといった感じです。エンドが変わりまして、左にシュバルツ、まもなく後半の45分が始まります。なんだかこのまま勝負がつきそうですね。後半に注目していきましょう。後半45分、今始まりました。手元の時計で後半の5分を回ったところです。ザザ、どちらが主導権を握るんでしょうか。ワン、ツー、ディフェンス翻弄された。サンパウロ、コースは空いてます。さすがのディフェンス陣です。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。すごい熱気で私もだんだん興奮してきました。シルバ、ここ一番で頼りになります。森岡、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。見せてくれます。完璧にボールをコントロール、様子を伺います。ここはパスを出す、ノートラップで合わせた、ゴールイン。後半14分、松原、チャンスを逃しませんでした。今のプレイをもう一度。松原、素晴らしいシュートでした。いやー本当にファインゴールです。追加点を決めて勝負を決めたい。ところでシュバルツ、世界のトップ50に入りました。さらに上を目指してほしいです。シュバルツ、ここで期待の若手を投入します。後半の27分、ボールはシュバルツ、どちらが主導権を握るんでしょうか。パスを出す、シュバルツ、ゴール前チャンスだ。さあフォワードが走り込む、キーパーの頭押し、詰めている、決まった、ゴールイン。後半27分、シュバルツ追加点。いい時間に追加点が入りました。それではもう一度見てみましょう。やべ、難なく決めました。これはお見事、うまくタイミングを外しています。さあどうなる。しかし今日も大勢のお客さんが見えてますね。観客もサポーターも盛り上がってますよ。シュバルツ、選手を変えてきます。サンパウロ、戦術を変えてきましたか。中央、このボールはディフェンダーがカットします。横に振ります、シュバルツ、ディフェンスが薄い、ここはチャンスです。ここで試合終了。終わってみれば0対5、シュバルツ J
準決勝進出を果たしました。負ければその場で終わりですからね。内容より結果が重要ですよね。エレ、いい働きをしていましたね。はい、期待通りの活躍を見せてくれました。次の試合も楽しみです。ジロラモさん、今日はありがとうございました。どうも、まだ次の試合で会いましょう。ごきげんよう、さようなら。